西口前継東口八王子南谷駅は東京都八王子市南谷一丁目にある東日本旅客鉄道横浜線の駅である。駅番号は JH30。朝夕ラッシュ時間帯に運転される八王子駅発着で橋本駅から乗り入れる相模線の列車も停車する。横浜線内で最も新しく駅西側に広がる住宅。 都市整備公団が開発主導となった南屋敷の町開きに合わせて開業した駅である。駅舎、ホームの建設費は28億円で、住宅、都市整備公団が全額負担した駅である。開業により、近隣に位置する東京工科大学をはじめとする多くの学校等で通学の利便性が向上した。なお、開業前の地名は、宇つ岩町で、 仮駅名も、うつがんであった。開業前に市販されていた、地図帳では、宇つが駅のように記載されていたものもあった。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、橋上駅舎を有するが、崖線に沿って立地しているため崖下側となる、東側には、段差がある。西側は、段差のない構造になっているが、バスタクシー乗り場はさらに一段高いところにある。 いずれもエスカレーター及びエレベーターで連絡しており、開設時からバリアフリーに対応した駅である。駅舎外観はアラビア数字の8を横にしたイメージでガラス張りの外壁である。八王子駅管理の業務委託駅指定席券売機設置。早朝は駅係員が不在となり客からの問い合わせに応じられない時間帯が存在したが、 2014年2月2日より、駅遠隔操作システムが導入され、インターホンを通じて案内することが可能となった。また、2018年3月には、待合室が設置された。2020年度の1日平均乗車辞任は13,245人で、ある。開設当初は、周辺の大学、専門学校の学生の利用が大半を占めていたが、 南アシティの宅地開発に伴う人口増加や周辺地区へバス路線が開設されたことにより利用者が増加した。開業以降の1日平均乗車辞任の推移は下表の通りである。年度全体の乗車辞任を365で除して1日平均乗車辞任を求めており、計算で生じた少数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は、 必ずしも合計と一致しない。東口周辺八王子南谷駅に乗り入れる、片柳学園のスクールバス駅西側には、大型スーパーマーケットや、ホームセンター、郵便局などが立地し、それらと、駅周辺には、マンションや新興住宅地、八王子南屋シティが広がっている。北側に架か,かる橋を東に進むと、国道16号に接続する。 駅西側のバスターミナルは、傾斜地を活用した2階構造であり、路線バススクールバス、無料送迎バスの停留所と、タクシー乗り場が2階部分、開花は駐輪場となっている。駅東側は、駅開業から10年近く空き地だったが、駅直結プロジェクトとして、大型マンション、レジデンシア南屋と雑居ビル、ミクリスシティが2009年2月頃に完成し、自家用車、 タクシー用の駅東側ロータリーが整備された。駅からは東京工科大学の塔が見える。最寄り停留所は駅西口ロータリーにある八王子南屋駅となる。以下の路線が乗り入れ、京王電鉄バス、八王子営業所、京王バス、高尾営業所、京王バス南大沢営業所により運行されている。この他、 東京工科大学、日本工学院八王子専門学校、山野美容芸術短期大学のスクールバスが、ロータリー以内に乗り入れている。以前は、未例1と未例2が運行されていたが、未例4と未例5の新設に伴って2014年11月15日を、もって廃止された。駅ホームの乗車位置目標に記された青と緑の、のようなデザインは、 前述の住宅、都市整備公団八王子南屋敷の計画におけるシンボルマークである。出展報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。